男湯入り口ののれんつばめいは東京都台東区上野にある公衆浴場。建物全体と浴室にある岩山が国の登録有形文化財に登録されている。開業時期は不明だが太平洋戦争中の昭和20年に空襲で建物が消失したため昭和25年に現在の建物が再建されている。 先代の天主は、新潟県のつばめ三条地方出身だったため、つばめ湯という屋号になったといい、昭和29年に、現天主の祖祖父が3番目の台を継いだす際に、屋号も引き継いでいる。2008年に、前述の祖祖父の台から数えて4代目が引き継ぐと、同年には建造物並びに、浴室の岩山が再現することが容易でないものとして、東京都の銭湯では唯一となる。 国の登録有形文化財に登録されている。ペンキエの横にある岩山は実際に富士山の溶岩で作られており、現在では富士山が国立公園となって溶岩などの岩石を持ち出すことは当然できないため大変貴重なものである。なお、当選等では文化財の登録以降に湯を沸かす燃料をガスに変更しばが出なくなったため煙突については 文化財の関連機関と連絡を取った上で助言に従い痕跡を残しつつ取り壊している。当銭湯は前日の文化財となっている他に早朝から営業している銭湯としても有名で、これは秋葉原オックスビルのあたりにかつてあったやっちゃばと呼ばれる野菜市場や上野駅まで出かけてきた行商など夜中から早朝まで働く人々に向けて早朝営業をしていた名残であるという。 また、湯の温度は高めであるが、かつてのように随時高温というわけではなく、早朝の常連の人に向けて一時的に、摂氏48度摂取50度くらいまで沸かすものの、時間が経つにつれて、自然と下がり、摂氏45度摂取46度くらいの温度で、キープしている。なお、季節により、温度も変わってくるためこれよりぬるい時などもある。営業時には、湯が沸いたことを表す。 和の板が、閉店時には湯を抜いたことを表す、布の板が入り口にかけられている。この他、毎週日曜には薬湯などの代わりを実施している。東京都台東区上野3の14の5以下は、公式サイトに記載されている情報をもとにしている。当銭湯の上の木座橋には、ハワイアンジュエリーという工房併設ショップが入っている。登録有形文化財に登録されている、その他の銭湯。 ありがとうございます。